たそのまんまが一番ピーターパンで言っていたやっぱそのまんまが一番どんだけしっちゃかめっちゃかしてもベイベー俺のもんだぜ俺の人生はイバ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 イ説明しようピーターパンシンドロームとは成長することを拒む男性を指す言葉として定義されているお祭り騒ぎみんなと一緒になんで仲間と集まると小学生に戻るんだろう僕に夢があるんですでもそれをみんな笑うんですこんなに一生懸命なのに大人になるのかダメですかそりゃ僕だって分かっちゃいるけどでもまだまだからこのままピーターパンで言っていいじゃんやっぱそのまんまが一番どんだけしっちゃかめっちゃかしてもベイベー俺のもんだぜでも俺なりに感謝はしてるんだみんなの支えで生きてんだどんなに踏んだり蹴ったりされてもいつか誰かのため生きていきたいな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 んでかんでもう成人になってあんたがカミナパパもやってそんな中やりたいことあって興味なんかない安定なんて時には不安もあるんですでも普通の生活じゃつまんないこんなに野望に満ち溢れてても頭を下げなきゃダメですか迷惑かけちゃそりゃいけないけど僕はただただ楽しく何が何でもピーターパンで言ってやんだやっぱそのまんまが一番どんだけしっちゃかめっちゃかしてもベイベー俺のもんだぜ俺の人生はいつか君を迎えに行くよいつになるかわからないけどすいません頑張りますだからこのまま ピーターパンで言っていいかやっぱそのまんまが一番どんだけしっちゃかめっちゃかしてもベイベー俺のもんだぜでも俺なりに感謝はしてるんだみんなの支えで生きてんだどんなに踏んだり蹴ったりされてもいつか誰かのため生きていきたいな